はい、毎度どうも恐縮です。君安と申します。バルダーズゲート3やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今回の目標はこれですね、メインクエストの治療法を探すですね。マインドフレアの寄生生物を除去する方法を探すということですね。はい、ということでやっていきましょう。でね、まだ探索が終わってないの結構あるんでね、またキャラクターを主役に変えていくか。どうなんだろう、どっち行けばいいのかな。こっち行ってみようか。このね、生存者が他にいるかもしれない。探すか。生存者いるのかな。これはここ戦ったとこだよね。まだなんかすごい音がするよ。マインドフレアの死体がなんかあるけど、ああそこにあるわ。ここ熱っ、熱い。また乗っちゃったよ、炎に。これ2段階ダメージ食らうんですよ、これね。またなんか見てなかった、足元を。お、これ取ってなかったか。原体のオイル、アンコモン。使用中の武器に油を塗る。与えるダメージにマイナス1のペナルティを受けるが、敵は耐久力セービングスローに成功できた場合、筋力判定とセービングスローが不利になる。また筋力ダメージにマイナス 1D4 のペナルティを受ける。これあんまり良くないのかな。ガラゴス越しに周りを見ると全てが縮んで見え、少し不気味ですらある。どうなんだろう、原体のオイル微妙だな。じゃあ持っていくか。うわ、時計の玉、これ時計の玉って、あ、しまっちゃった。また待て、で時計の玉ってこれなんだろう。持ってないか。あれさっきどっか行っちゃったよね、時の玉。これか、あった。衝撃を与えると球根が爆発し、内部の茨が付近のクリーチャー全てを失血させる。時計爆弾みたいなもんか。なるほど。そういえばあれだな、ゲイルの装備見てなかったな。あー、なんか武器持てる君。シミターとかどう？習熟がない。シミターダメ。ショートソードもダメ。武器ダメなんだ。ダガー持てるんだ。レイピア。じゃあダガー持たせようか。今持ってる武器よりマシだよね、多分ね。0か7でしょ。ダガーは2かどうか5だけど、どうなんだろうな。まあ最低数値は欲しいよね、2はね。一応どうだろう、これは持てないでしょ。あ、松明持ってもしょうがないしね。よし、いやで、ここで OK として、降りますよ。また、キャラクター変えて OK、 行こう。あれ、降りらんないよ、これか。で、こっちは来たんだよな。もっと別なとこに行けんのかな、この上とか。暑そう、これ。マインドフレアの地、あさる。加速の水薬。アクションが1つ追加され、アーマークラスが2上昇し、敏捷力セービングスローが有効になり、移動速度が倍になる。おお、いいですよ、これね。だから、アクション、ボーナスアクションか。このアイテムを使った場合、アクションが1個追加されるから、ボーナスアクションと控えになるってことか。
えたら使いたいですね、これね。使ってみたいですね。どこ行けばいいのかな。この辺はなんか来たんだよな。でもこっちがなんか暗闇があるよ。お、待って、マインドフレアが負傷している。ちょっと待って、気をつけろって。ちょっと待って、一回セーブしとこうか。ならばセーブしとこう。で、なんだって？会話する。You approach the dying monster. This is the thing that abducted you. You could end its life here and now if only you didn't feel compassion. Compassion. 同情？感情に身を任せる。The poor creature is on the brink of death, but there's still time.You'd give your life to save it, to nurse it back to health. But then the feeling slips. The creature's mind seems to focus elsewhere. なんだろう。視力、生物の思考に集中する。なんか危険な感じがするけど、やってみるか。ダイスを振る。総合ボーナスマイナス1だから、12以上出さなきゃダメってことなのかね。えい。あ、ダメだ。ダメだ。で、失敗するとどうなんだろう、これ。You try to break through, but its mind is impenetrable. With a last surge of defiance, it slaps your efforts away. The monster lies exhausted, defeated. Its eyes, wet orange pearls, radiant malice.これはもうちょっととどめさせた方がいいのかな。えい。憑依されたもの、眠れば触手の身を見るだろう。お、また1インスピレーション獲得。おお、なるほどね。で、これで1インスピレーションっていうのはあれですね、これのなんですけども、あ、違う、これか。右上のポイント、このインスペーションイベントっていうのがあって、これを達成するとポイントがもらえて、まあ今んとこね、あの効果発揮するのがあのサイコロイベントのやつ、あれでインスペーションポイントでもう一回やり直しができることがあるんですよね。できない時もあるっぽいんですけどね。それくらいかな。とりあえずまあ漁っとくといろいろね。お、癒しの水薬ありがとうございます。で、ここら辺はもう行ったから、この暗闇の右上のマップね、アイコン、ミニアイコンのようなところ、この暗闇のところをちょっと進んでいきたいと思います。こっちかな、これ登れんだね。あ、そこ炎だ。この炎のところはダメージ食らっちゃうから、アイテム使うか。アイテムのね、このね、どこだ、これか、水、これね、これをもう投げる。どこ投げるかっていうと、この辺かな。そうすると消化できるわけですよ、これね、このようにね。よし、これで進むことができると。さあ、ちょっといろいろ探索していきましょう。さあ、ここはまた未開拓の場所だからね、ちょっと草とか欲しいところですよ、これね。ないかな。いろいろ惜しいとこだけど、怖いな、なんだこれ。砕かれた檻、全く歓迎されてないからな。この罠か、これ前来たかな、ここはね。でも暗闇がどんどん取れてくな。悪党の一口がある。これ確かね、あれですよね、水薬作るのに大事だった気がするな。悪党の一口と注意してると剣濁液が必要なんだよね。そろそろ作れるかな。剣濁液1個できてる。灰か、あ、違う、
悪魔の一口なんだろう。ないか。これまだ作ってないんだよな。まだでも素材が足んない感じですね。こうでもあまり拾えないっていうのも結構問題ですよね。なんかね、もうちょっと大量に欲しいってことだけど。待って、これは通ってね、こっちがマインドフレアがいた場所だよね。ってことはちょっと戻るか。どの辺？もうこの上か。この上の方面あたりが何もまだ開拓してないところが多そうですね。なんか、放っておきなさい。ゾーヌ was right。Yellow is a toad and twice. お、レイゼルじゃん。The thing's dangerous. Leave it for the goblins to kill. And if it escapes, how will you? Oh, a guest. Guest. Your skull pounds in response to the prisoner's white hot stare. テレパシー使ってるわ。Her lips don't move, yet you hear her voice. Get rid of them. やつらを始末して。いやー、どうすんだこれ。ん、心配いらない。彼らはどうにかしてここから排除する。ペテン、このけだものは危険だ。ここは任せてさっさと逃げるんだ。説得、罠を撃ち落として誰かに害を及ぼす前に殺すべきだ。ん、これは何、レーゼルを倒してしまうってことかな。このペテンはあれです、多分おそらくあのこのなんだろう、今2人いましたよね。あの2人に対してこのレーゼルは危険だってことを言って、ここは私たちが倒すからさっと逃げろってことをで、まあ、ごまかすってことかな。これね、これにしようか。ペテン難易度が10、総合ボーナスがプラス1、なんか使っとく、導きでプラス2から5だから最低でも9は出さ、9以上出さなきゃダメってことだ。これね、いくぞ、こりゃ来なさい。やったぜ、成功成功。お、騙されてる、まんまと騙されてる。爆発き、よく、詳しく聞かせてほしい。 You didn't hear it. Shook our camp good, so we came for a look. これノーチロイドの不時着のやつかね。説得、至急治療してもらいたい。その弥市はどこにある。これはこう、これ簡単ですね。導き最低2だとしても最低でも4以上出せばいいわけだからね。いくで、おい、 1？ あれ、なんで今の1じゃなかったの。今もういっか、転がったのかな。北西だ、北西。分かりました。There are goblin traps everywhere. Nymessa, come. Oh, まんまとうまくいったぞこれ。Enough gawking. Get me down. もう聞かれる恐れはなくなった。いいだろう。さあ、どうやって下ろすのこれ。So we've picked up a wizard who managed to get stuck in his own portal. Hardly a promising introduction.まあ確かにね、まあ旅はいろいろ前途多難なもんですよ。で待って、ジャーナルがなんか更新されたってあるな。お、これね、支援を受ける。これ、あ、これね、話が変わりましたよね。治療師ネッティを探すですね。近くの八重地にネッティという治癒師がいて、あらゆる傷を治せるらしい、癒せるらしいか。寄生生物を取り除け、取り除けるかもしれない。これいいですよね。これね、レーゼルを解放する。レーゼルを我々と同行させるようにティーフリングを説得した。ティーフリングっていう種族かね、さっきの人たちはね、二人組はね。ちょっとこれセーブしとこうか。セーブ？
ただこれどうやって下ろすんだろう。やっぱ遠隔かな、やっぱり遠隔行為かな。あー撃てる撃てる、でも当たないよ。おお、これかな、弱った土台。ダメだこの上に行かなきゃいけないのかな。でも土台といってもこれどうやって上がるんだろう。これね、打ち所が悪いのかな。あ、ダメージ与えればいいのか。なるほどね。えい、これで OK か。OK。お、なんかまっすぐしたね。But the longer we wait, the more it consumes. なるほどね。My people possess the cure for this infection. I must find a crash. You will join me. 一緒に来なさい。Careful. She obviously sees your kindness as weakness. Don't let her take advantage. おー。単にありがとうと言ってもいいんじゃないか。そうだね。聞いてみようか。You may as well suggest a wyvern bow to worms. The cure I offer will suffice as thanks. なかなか素直じゃないね。まあいいか。クレシというのは具体的になんだ。 It is many things. A hatchery, a training grounds, a shelter. Githyanki protocol is clear. When infected with a Geth tadpole, we must report to Augustil for purification. そのギスヤンキーの職がそういう治療法を知ってるんだね。じゃあ行くか、一緒に行くぞ。You are full up. Dismiss your weakest warrior. 追い出すの？パーティーが満員なんだ。弱い人って、いやちょっといないんだけど。君、ああ12か、レベル1か。誰を置いてくの？置いていけないな。これどうなんですか。ゲールかな。盾あるよね。でもね、急所攻撃。アスタリオン、いやアスタリオンはダメだ、解除するからダメだ。ゲールかな。分化しない。じゃあゲール置いていく。すまないが、魔法か。ん、詳しくない。なぜ聞く。No matter to worry the unlettered over. If you meet any elder wizards, let me know. There is a matter I'd like to seek advice on from a master. 君もちょっと無学なとこあるね。知識が乏しいとこあるね。多分。How can I help?ね、八重地に残ってくれないか。I question the wisdom of that decision, but so be it. お願いします。また今度頼む。We'll be in the camp then, idling away the hours. がっかりしてる。お、ごめんよ。でもだって4人しかパーティー組めないからね、会話。Has the error of your ways become clear?仲間になってほしい。You have made an ally from Kresh Kalir. Few know such fortune. Call me Laser. Trust your judgment, but I won't trust her. Not until I've gotten the measure of her. You've a sharp tongue, elf. Would that your mind proved its equal. Half elf. I suppose the finer details are lost on a creature like you. Come. The horned ones mentioned a camp. One there, this Zoru, has seen Githyanki.A crash must be near. We will ask this Zoru where he has seen my kin. なるほど、そういうことね、そういう読みね。まあ、確かに今はね、その治療法を探すのにそういう情報が必要ですね。レイズはやっぱり、レイズはやっぱ連れて行かなきゃいけないの、やっぱね。レイズとレベルがあったね。ちょっと見るか。待って、まずレイズに切り替えて。レベルアップ。
ファイター。体力20だった。使用オタク。これしかないんだ。魔法使えないからね、確か。OK。いいでしょう。そして、待って、これで。切り替えて。ちょっとアイテム探すか。流乱だけっていうのかな。レシピ。はいか。非抵抗の身を焼くすぐるため、最初のステップが総集や主成分を燃やすことだというのは、人生における小さな皮肉だ。なんだろうこれ。待て。また間違えた。この中だよね。調べる。このキノコの美しい模様が魔法によるものか自然によるものなのかは不明だが、やけど予防として練り物に混ぜて使うために電気樹脂レンジ師がよくこのキノコを探している。もしかしたらこれあれですかね、やけどした場合、燃焼ダメージ食らった場合、このキノコを食べるとそれが消えるってことかですかね、もしかしたらね。ちょっとまだ分かりませんけどね。はい、ということでございまして、今回動画はここまででございます。ご視聴ありがとうございました。また次回もやっていきたいと思いますので、一つよろしくお願いいたします。それではさよなら。